おい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 。さすがにニアンダじゃ勝てへんって。マジで。初回のヘルナンデスのあの、こいつな。あれはやっぱり取ってほしいというか、まあ難しいのわかるんだけど、やっぱり取ってもらいたいなと思うし、それでね、まあ点入って、相手に流れ行ったっていうのもあるからね。なんだけど、やっぱり2安打じゃ勝てへんって、マジで。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほどありました、ジャイアンツ対、オリックスバファローズの、試合解説、徹底解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今日はですね、結果ですけども、2対0で、ジャイアンツ負けてしまいましたというところで、まあ非常に、まあ悔しい敗戦ではあるんですけども、やはり、まあヒットここ見てもらったらわかると思うんですけど、まあ日本っていうところで、まあ日本じゃなかなかね、まあ点取れないよねっていうところあると思うので、まあ非常にね、まあ打線の奮起というか、まあ打線の役割というか、がちょっと果たせなかったんじゃないかなっていうふうに思います。まあその上でですね、まあ相手の投手、まあ東投手ね、非常に、いいピッチャーですと。で、まあ、パワーピッチャーなんだけど、非常に有効的にカーブという球種を使ってて、非常に上手いなと思いました。若月捕手もね、非常に上手く配球してるなっていうところはありました。まあ、後で詳しく見ていこうと思うんですけども、まあ、まあ、パワーピッチャーなんだけど、まあ、カーブという緩いボールを使って、バッターを翻弄していくというかね、いいところでストレートも使いながら、カウントが有利な場面、ここだったら使ってもいいかなっていうところで、非常にうまく使ってたんで、そこで、ジャイアンツ打線というのは翻弄されたんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあね、今日の一言メモを言わさせてください。こちらになります。2安打では勝てないよ。初回のヘルナンデスの、まあ、こいつと、5回のチャンスでの丸さんの打席での凡退が、まあ、大きかったというところになります。まあ、2安打では勝てないっていう、まあまあ、そう、まあ、そらそうなんですけども、やはり、まあ、初回のね、ヘルナンデスのこいつというかね、まあ、僕も外野を守ったことがないので、そんなね、プロで入って守ったことないので、まあ、難しさとかね、実体験から話すことはあまりできないんですけども、やはりこう、伸びてきたような打球だと思うんです。まあ、映像を見る限り、一回ちょっと前に来て、そこから頭を越されたって感じでね、まあ、ちょっと、見栄えも悪かった感じはあったんでね、非常に、まあ、ちょっと残念なところはありましたと。まあ、今日ヘルナンデス選手のところに結構飛ぶことが多くて、まあ、三塁打もう一本ありましたし、もう一個もあったかなっていうのはありましたけども、それ以外の打球はですね、まあ、取れないやろうなっていう感じはあったんで、まあ、この初回のね、センターオーバーというか、この頭を越されたのはちょっとね、まあ、初回というところだけにね、非常に、まあ、戸郷投手に非常に重くのしかかったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、非常に感心したというか、まあ、その、戸郷投手のね、試合終わりのコメントを見たんですけども、まあ、ああいうミスをカバーするのがピッチャーですと。で、まあ、自分の責任もありますっていうふうなね、コメントをしてたんでね、非常にまあ、頼もしいというか、まあ、その、まあ、持ちつ持たれずじゃないですけども、まあ、打者がね、援護してくれる時もあれば、まあ、ピッチャーが抑える時もあるっていうところだと思うので、そういったコメントができるのは非常に素晴らしいかなというふうに僕思いました。でですね、まあ、5回の丸選手の、まあ、チャンスでの凡退が大きかったっていうふうなことを言いましたけども、まあ、ここもですね、まあ、後で詳しく説明するんですけども、若月捕手もね、非常にうまーくね、配球してたと。まあ、普通のセオリーで言うと、ここは変化球もう来るでしょうって時に、まあ、まっすぐ続けたりとか、そういうふうにね、裏を変えたような配球っていうのをしてましたんで、非常にそういったところも、今日ね、まあ、東投手だけじゃなくて、若月と星のね、存在っていうのも非常に大きかったんちゃうかなっていうのを思います。まあ、今現状、丸選手が、まあ、首位打者に いまして、まあ、非常に調子がいいっていうところがあって、その選手で、まあ、打ち取られたというか、その選手で打てなかったっていうのは、まあ、ちょっと割り切れるところはあると思うんですが、まあ、そこでね、打ってたらどうなってたかなっていうところはね、非常に、まあ、悔しいところではあると思います。はい、じゃあね、得点シーンさらっと振り返ってきまして、僕が気になったところを、まあちょっとね、見ていきたい。詳しく、楽しく、面白く見ていきたいと思います。はい、まずですけども、まあ先ほど言ったようにね、ヘルナンデスの攻撃がありましたっていうふうなことを言いましたけども、まあ、それで三塁打になったんですよね。三塁打になりまして、で、ツーアウト三塁の場面で西川選手が、
まあこれも、まあフォークボールを打ったんですけど、まあボール球ですわ、はっきり言うと。まあワンバンになるかって言われたらそうじゃないんだけど、まあ、ギリギリキャッチャーがノーバンで取れるかなっていうぐらいの、まあボール球ではあったんですけど、まあ、いわゆる芸術的なスイングというか、まあ、縦振りじゃないですけど、まあ、ゴルフスイングみたいなような形でね、まあ、ヒット打ちましたというところで、まあ、非常に、まあ、ナイスバッティングというか、まあ、上手だったなというふうに思います、バッターがね。で、4回もですね、先頭の紅林選手に、まあ、ホームランを打たれてしまうと。で、まあ、スライダーだと思うんです。で、まあ、真ん中付近に行って、それを一発食らったんですけど、まあ全体球を通じてね、通じて、あの、投球、戸郷投手の投球見てましたけども、全然悪くなかったと思うんですよ。うん。コントロールも確かに、まあこのホームラン打たれたボールも、まあ甘かったことは甘かったんですけど、まあ結局ね、試合通じて甘いボールなんて何球でもあるし、正直言うと。うん。それを、まあ打てるか打てないか、だけのとこなんで、僕は今日一試合通じて見てましたけども、調子は悪くないというか、むしろ良かったんちゃうかなっていうふうに思うぐらい、制球はね、きっちりできてたと思うんで、そこはね、まあちょっと悔やまれる、いっぱいになったのかなっていうふうに、感じます。はい、じゃあちょっと右側でね、僕が気になったところを見ていきたい。まあ今日2安打なんで、あんまりこう、めちゃめちゃ気になったところというか、もうしっかり打てようってところなんですけど、まあね、見ていきたいと思います。はい、まず1回表、まあ何回も言うようですけども、やはりこのワンアウトランナーなしからの西野選手のこのヘルナンデスがね、効率したこの三塁打っていうのは非常に大きかったと思います。まあね、結局負けたんでこのプレーを非常にこう、取り上げさせていただいてますけども、まあやはり初回のやっぱりこう立ち上がりとかって、やっぱりこう落ち着いていきたいというか、大事にいきたいという気持ちはあるんですけども、そこでちょっとこう、まあ、野手がね、まあ、ヒットという形なんで、これも実績でも戸郷投手になるんですけど、まあ、まあ、普通に言ったらエラーですよね。うん。なんですけども、やっぱりこう、ね、やっぱ、これ以降はね、そういうミスはしてほしくないなというふうに思うし、まあ、非常にね、まあ、難しい打球ではあったと思うんだけど、そこをね、しっかりやってもらいたいなというふうに思います。で、これ、スリーベース打たれて、で、まあ、普通で言ったらね、まあ、ワンアウト三塁なんで、まあ、こういうミスの、スリーベースなんで、まあ、点を取られても、まあ、仕方がないかなっていうふうに、ちょっと思うんですけども、このワンアウト三塁から、太田選手を空振り三振ね、取ったっていうのは素晴らしかったと思うし、ここもね、完璧三振狙いに行ってるんですよ。まあ、スライダー行って、フォーク三球行って、まあ、フラッシュに行って、空振り三振ってところで、やっぱりこう、ランナー三塁とか、チャンスにいるときって、結局、バットに当てさすと、まあ、エラーであったりとか、内野安打であったりとか、まあ、なんかこう、確実にアウト取れるってことではないと思うので、やっぱりこう、一番手っ取り早いのは、まあ、三振を取ることが一番こう、100%、ほぼ 100% アウト取れるんで、そういったところで、まあ、確実にこれ、三振を狙いに行ってね、三振を取ったっていうところで、素晴らしいピッチングだったなというふうに思います。で、ツーアウト三塁からですね、まあ、西川選手に、まあ、ヒット打たれると、まあこれも、まあ7球目のフォーク打たれたんだけど、まあ、戸郷投手はもしかしたらもう一個低い球、うん、ワンバンになるぐらいのボールを投げたかったかもしれないけど、まあこれもね、打ったまあ西川選手がまあ素晴らしいところだったと思いますと。まあやはり、ランナーが三塁いるので、まあ、そんな長打はいらないと。もうとりあえずコンタクトして内野の頭を越してくれたらいいわっていう、越えてくれたらいいわっていう感じでね、しっかりまあコンタクトというか、ミートを中心のバッティングに切り替えてるんでね。そういったところで、まあ、天才的なバットコントロールとか言われてますけども、まあ、非常にね、素晴らしい、バッティングだったなというふうに思います。で、次気になったところ、これ3回表ですね。はい、まあ、これはね、非常に伊豆口選手がナイスだったっていうプレーなんですけども、まあ、ワンアウトランナーなしからですね、西野選手がショートゴロ打ちましたと。で、三遊間の頃って、まあ、逆シングルで取って、まあ、一塁に送球したんですけども、まあ、非常にね、足も速い、バッター、西野選手ですから、やっぱりね、急がないといけないと思うし、やっぱ送球も、しっかり投げないといけない。送球をしっかり投げるためには、しっかりした捕球体制に入っておかないと、握り替えのミスしたりとか、体勢が悪くなって送球が弱くなったりするんですけども、そこでしっかりした体勢に入って、逆シングルの体勢に入って、しっかりしたファーストにね、強いボールを投げれて、間一髪ですわ。もうこれね、ジャックルというか、こういうパンパンっていう風なことをね、一回でもしてたら絶対セーフなんですけど、そこをしっかりアウト止めたっていうのは、非常に大きいと思うし、まあ、門脇選手もね、守備、素晴らしいと思いますけども、伊豆口選手もね、非常に、スローイングというところもそうですし、まあ、取るっていうところも、非常にね、素晴らしい選手だなというふうに思いますと。
で、これ2アウト取ってからですね、これ太田選手、これセンターオーバーのこれ、三塁打ね。これは、まあヘルナンデス選手がね、フェンスまでガーって行って、クッションまで、クッションになって、ちょっと跳ね返って三塁打になってしまった。まあこれは、正直取れないなっていう、フェンスのちょっと上の方に当たってたんで、それはまあちょっと仕方ないなっていう感じはしますと。で、ここですよね、2アウト3塁、先ほど打たれた、まあ同じ場面ですよね。で、ここで西川選手に来ましたと。で、先ほどフォーク打たれてると。で、ましてやこう、ボール気味の、とかボール球のね、フォークを打たれてるというところで、やはり同じ球種で、2回打たれるっていうのはちょっとね、バッテリーとしてはなんか、お前考えてないんちゃうかとか、何ぐらいって思ってなっとんねんみたいな感じになるんで、やっぱりバッテリーもね、やっぱりフォークは投げにくかったな、投げにくいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、そこでストレート3球いって、先ほどな、あんまり投げてないね、スライダーをいって、ピッチャーゴロに抑えれて、まあそこはね、非常にいい配球というか、まあ、ああいうね、低めのボールをしっかりこう、フォークを救われてるわけですから、次はね、同じことをしないっていうところで、いい配球だったなっていうふうに思います。はい、次ですね、次になったところ3回ぐらいですね。はい、3回ぐらい。これ、ツーアウトからですね、丸選手がまあ、レフト前ヒット打ちましたと。まあ、今日、ヒット2本しか出てないですけど、1本目かなっていうところ。で、ツーアウト1塁でヘルナンデス選手の打席の時に、4球目のシンカーがちょっとワンバーンだったんですよね。で、そこで、キャッチャーの若月選手をしっかり止めましたと。で、まあ、大体ホームベースぐらいのところに転がったんですよ。止めたワンバーンがホームベースぐらいのところに転がったんですよね。で、これってキャッチャーとしては、別に悪くないストッピングというかね、ブロッキングなんですよ。なんだけど、丸選手がそのワンバンというかフォークを見て、ワンバンだったのを見て、もう一瞬で走りに行ったんですよね。スタートしたんですよね。で、これで若月選手取って二塁投げたんだけど、それセーフになったっていうところで、非常に走塁の意識も高いなと。あれで、例えばね、もうちょいパーンって弾いてたりしたら、全然セーフになってもわかるんだけど、そんなにめちゃくちゃ悪いブロッキングじゃなかったんですよ。まあ、ベースぐらいだと思うんですよ。ベース超えてたかなぐらいだと思うんですよ、ボールがね。それをしっかりこうね、うまいランナーとかっていうのは、横から、一塁ランナーの横から、このピッチャーのこの軌道見えるじゃないですか、ボールの軌道が。それが低いと思ったら、うまいランナーとかってこうパンって一歩出るんですよ。で、それでキャッチャーが弾いたりしたらもう息切るっていう感じなんで、それをね、非常にね、こう、まあ、ベテランではあるんですけども、非常にいい走塁ができてたと。で、ランナー二塁行って、行ったんですけども、まあ、いい当たりだったんだけど、これまあ、センターフライというところで、まあ、非常にまあ、ヘルナンデス選手、まあ、これまでめちゃくちゃ打ってますけども、まあ、今日に関して、まあ、この間の、試合もそうだったけども、ちょっとね、まっすぐというところをね、相手が、ちょっと、多く投げてるんちゃうかなと思ってて、もともと変化球とか狙って打つようなタイプなんで、ちょっと、まあ、パリーグのピッチャーって、まあ、強いボールを投げるピッチャーが多いんで、そこを、なんか、なんて言うんだろう、まっすぐを意識させるような感じ。うん。今まで変化球をちょっとこう、このカウント変化球来そうやなっていう感じで待ってて、変化球来てうまく打ったっていう、うまく打ってるっていうところがあったんで、逆に変化球が来そうなカウントでもまっすぐどんどん行っちゃえっていうところで、相手のね、チームがそういう風な配球をしてきてるんで、ちょっとね、ヘルナンデス選手、まあ当たりちょっと止まってますけども、まあそういった、配球のちょっと変化っていうのは、あるのかなっていうところは感じてますと。次ですね、4回表。まあこれ、ね、先頭の紅林選手が、まあホームラン打つわけですけども、まあ先ほどって言ったように、まあその、まあ失投ではあったんです。まあカーブ行って、ストライク、ストレート行ってボール。で、スライダー行ってホームラン、1-1からのスライダーホームランってところなんですけど、まあその、ホームラン打たれたし、甘いボールではあるんだけど、まあ試合通じてありますと、こういうところ。うん、そんな、全部ピタピタに投げれませんと、ビタビタにね。っていうところで、まあ、打った紅林選手は、まあ、素晴らしいなと思うし、まあ、逆に、その一球の怖さというか、そういった嫉妬をね、まあ、投げてしまうんだけど、そこを、まあ、改めてその、なんか、一発があったりとか、怖さがあるっていうところは、戸郷投手にね、まあ、改めて感じたんじゃないかなっていうふうに思います。はい。だから、やっぱり、まあ、ブリブリ、打線じゃないけども、まあ、安倍監督が言ってましたけども、やはり、まあ、その、このカウントね、ワンワンとかもそうですし、まあ、初球もそうですし、ある程度、やっぱり、こう、打者が有利なカウントで、やっぱり、こう、ブリブリ振っていくというか、強いスイングをかけていくっていうのは、そういうホームランになったりとか、まあ、長打になったりする確率は、やっぱ、ぐんって高まるんで、そういったところはね、ジャイアンツ打線もですね、見習っていかないといけないところかなっていうふうに僕思います。はい。で、次のところはですね、5回裏ですね。はい。この回が、まあ、その、先ほど言ったように、まあ、丸さんがチャンスで打てなかったっていう回なんですけど、
まあ、ここね、先頭、立岡さんが、これ、レフト前ヒットね、初球の、ストレートを、レフト前ヒット。で、ノーアウト一塁で岸田選手が、まあ、ライトフライと。まあ、一球目のカットボールを打ったんだけど、まあ、これは、まあ、多分おそらく右に押っつけていきたいっていう、多分おそらくサインがな、出てたかもしれないですよね。で、それで多分カットボールが来たんで、外のカットボールが来てんで、右に押っつけていけると思って、打ちに行ったんだけど、それが打球が上がってしまったっていう形だと思います。本来で言えば、まあ、ゴロでというか、まあ、低い打球で、打ち抜きたかったと思うんですけど、ちょっとね、そのボールの下を、叩いてしまって、ライトフライになってしまったっていうところ。まあ、ここはね、まあ、仕方ないところかな、というふうに思いました。で、ワンアウト10位で泉口選手、このフォアボールね、ここでかかったっすね。ここマジででかかった。ここで、例えば普通に、例えばなんか内野ゴロとかでゲッツーなってたとか、なんかその、繋げなかったってなると、まあジャイアンツあかんなって感じになるんですけど、ここで、オリックスもですね、やっぱりこう、もう一人ランナー出しちゃうと、やっぱりこう、プレッシャーもかかるし、まあ次、東郷投手なんで、バントがあるやろなっていうのはね、頭に入ってるんでね、ここで、泉口選手をフォアボールを出してしまったっていうのは、まあ、相手のバッテリーからすると、ちょっと嫌やったというか、やってしまったって感じはあったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、泉口選手も、まあ、打率はそんな高くないというか低いんだけど、こういうところで、フォアボール取れたりとか、結構こう、いぶし銀な感じのね、打撃できたりするんで、そういったところはですね、まあ、守備もそうですし、いいんじゃないかなっていうふうに思います。で、東郷としてね、しっかりバント決めますと。で、ツーアウト2、3塁で丸選手のこれ、ファーストゴロなんですけど、まあ、ここうまーくね、本当に配球してるなっていうところありました。まあ、ちょっとわかりやすく解説しますけども、ここ、まあ、ツーアウト2、3塁じゃないですか。で、まあ、1塁空いてると。まあ、究極、まあ、攻めてって、まあ、カウント悪くなったりとか、ストライクからボールになるボール投げて、振ってくれたら、儲けもんというか、いうぐらいの気持ちで言ってるわけですよ。相手は二人で一つアウト取るっていう感じで、丸ヘルナンデスで一個アウト取ろうっていう形で来てると思うんですよね。その中でカットボール行きますと行く初球ね。で、そっからすごかったのがストレート5球行ったんですよ。で、その5球のうちの3球インサイド行ってるんですよね。だからそれ、なんでそういう配球できるかって言ったら、まあ、丸選手がね、非常に当たってるっていうのもあるんだけど、やはりこう、一塁が空いてるから、まあ、フォアボールになっても、なんていうの、満塁になるだけだから、っていうところの、ちょっと割り切った感じで配球してるんですよ。だから、1球目カットボール行って、そっから5球もまっすぐ。で、ましてや3球インサイド行って、まあ、2球アウトコースなんですけど、そういう大胆な配球が、まあ、1塁が空いてる時っていうのは、非常にしやすいというところ。で、ストレートを十分に意識させた後に、チェンジアップ行って、で、最後カットボールというところで、やはりこんだけストレートを、まあ、5球続けてると、バッターっていうのはストレートを速い球なんで、ちょっと前で捉えないといけないっていう形になってくるんですよ。うん。だから、ポイントがちょっと前にやってくるんですよね。そうなるとどうなるかっていうと、例えば低めの変化球でやったりとか、遅いボールに対して、ちょっとこう、タイミングが合わなくなってくるっていう現象が起きるんですけど、まあ、ここしっかりね、ストレート5球、まあ、5球行くとは思わなかったんですけど、まあ、2、3、行っても2球か3球かなと思ってたんですけど、そこでま、5球行ったことによって、まあ、丸選手もね、絶対こう、なんていうの、意識せ、せざるを得ないというか、そういう状況になるんで、そこからね、チェンジアップカットというところで、まあ、変化球で打ち取れたっていうところがあったんで、非常にここは若月選手のね、配球が素晴らしかったなっていうふうに思います。僕もこんだけストレート続けるやとは思ってなかったんで、非常にいい配球だったなっていう。まあ投げ切ったピッチャーはもちろんいいんですけども、素晴らしい配球だったなっていうふうに思います。で、最後ですけども、まあ6回もでね、まあこれ別に、なんないプレーなんですけど、まあ先頭の太田選手が、まあボテボテのファーストゴロ打ちましたと。で、ちょっと多分、バットのこの一番先端ぐらいに当たったんで、ちょっとこう、こういうスピンがかかってたと思うんですよ。で、秋野選手今日まあファースト入ってましたけども、そのスピンがかかった打球に対してちょっとこう、エラーをしてしまって、まあピッチャーカバーに入ってきた子をね、戸郷投手にトスして、まあギリギリアウトになった。まあリクエストまでして、はじめセーフって言われてて、リクエストして、まあ結局アウトになったんですけど、やはり、まあその、いつも岡本選手のファーストの守備見てるんで、それを見た後に秋広選手のプレーを見ると、やっぱりちょっと、下手くそやなというか、まあ、下手くそとか言ったらあかんけど、ちょっとまあ慣れてないなっていう感じはあるんで、まあ昨日のレフトのね、プレーもそうだし、今日のファーストのね、まあ結局アウトなったんであれなんですけど、いいんですけど、まあちょっとそういったところっていうのは非常にこう、なんて危なっかしいというか、やっぱり守備をある程度やっぱり、やっていかないと、
なかなかこう、ちょっとこう、危ないんちゃうかなというか、使いにくくなるんちゃうかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日はね、もう、あと7、8、9はね、見どころがないというか、全然もう、塁にも出えへんし、全然こう、回数できるようなことがなくてですね、まあ、ヒット2本なんで、まあ、結局ね、まあ、完封で負けてしまったってとこなんですけど、やはりまあ、先ほど言ったように、まあ、東投手も非常に、こう、パワーピッチャーでありながら、カーブというね、球種、まあ、ストライク取った後、ワンストライクの後に、まあ、ボール投げてもいいから、っていうところで、カーブ投げたりとか、まあ、岡本選手なんかには、ワンワンからのね、カウントでカーブ行って、キャッチャーフライに打ち取ったりとか、まあ、そういったところでね、まあ、ストレートが強いんで、必然的にストレートを狙っていかなければ、打ち返せないっていうところがあるんですけども、そこでね、うまいことこうカーブ使ったりとかしながら、バッターがね、まっすぐ一本で待てないような配球っていうのができてましたし、まあ逆に、立岡さんのように当てるのがうまいようなバッターに対しては、ストレートであったりとかツーシーム系を非常にね、多投してたっていうところがあるんで、多分おそらく巨人打線が今状態がいいっていうところで、すごくミーティングを組んだりとか、各打者の、まあ、弱点であったりとか、まあ、そういったところを非常に若月選手調べ上げてきて、今日ね、配球してるなっていう感じがしたんで、非常にね、素晴らしいキャッチャーだなというふうに思いました。はい、そんな感じでね、まあ、今日負けてしまいましたけども、明日、明後日、まあ、デーゲームですけども、しっかりね、勝って、勝ち越しを決めてほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。今日の動画もし、いいと思ってくださった方、高評価ボタンと、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。